移動服、白衣で、廃墟ポーズ、ドラマ、ライフ、の撮影現場でサプライズに感動写真イコール移動服。クインスタグラム俳優イドンウクが JTBC ドラマ、ライフ、の撮影現場での写真を公開した。イドンウクは12日、自身のインスタグラムに、昼食時間にご飯を食べに行ってくると言ったのにサプライズプレゼント。Team。写真の中でイドンウクは、ピンクの花束を持って愛嬌あふれる表情を見せている。また、別の写真ではイドンウクと共にドラマに出演するキムウェネが、可愛らしい、廃墟ポーズ、を撮っている。イドンウクとキムウォネは、23日から放送される、ライフ、に出演する予定だ。